電車で君さよなら、いつまた会えると聞いた君の言葉が、走馬灯のように巡りながら僕の心に火を灯す。何も思わずに電車に飛び乗り、君の東京へ東京へ出かけました。いつもいつでも夢と希望を持って、君は東京で生きていました。Yeah.